本当はさ、覚えてないよね、こんなに用意したのに。ごめん。さあ、始まりました少量チャンネルの翔太です。今回は、ここからのサプライズをしたいと思いまーす。今回するのは、記念日でもないのに、突然祝われたら、どういう反応するかドッキリ。イエーイ。普段一緒に祝うこともあるんですけど、突然、りょうが家に帰ってきた時に、豪華なご飯が用意されてて、でも本当は何もないんだけど、どういう反応するかっていうのを試したいドッキリです。というわけでやっていこうと思います。終了。はい、というわけで、今回用意したのが、まず、はい、お寿司。それと、じゃん、手巻き寿司。りょうの大好物。それと、チキン。これもりょうが好きなやつでしょ。あとは、まあ一応ね、サラダとチーズケーキ。そしてお酒。これもいただいたやつです。ありがとうございます。いやー、いいんじゃない、こういう嬉しいサプライズっていうのはちょっとね、やっぱいいよね。というわけで、とりあえずりょうの帰宅を待って、そこからドッキリ兼サプライズをやっていこうと思います。おう、ひょにょ。おかえり。おめでとう。え、どうしたの。え、どうしたの。いやいや、何おめでとう。そういう日じゃん、だって。え、そういう日じゃん。まあいいよ、とりあえず食べよう。うん、ちょっと待って、え、何、どうしたの。なんかすごい豪華じゃない。そうなんだよ、豪華にしたんだよ。え、なんでなんで。終了。はい、じゃあ飲もうか。うん、とりあえず乾杯。はい、これもらったやつだ。そうだよ、いただきます。いただきます。あー、美味しい。あー、美味しい。食べて食べて。え、いいの？いいよいいよ。何から食べようかな。え、俺お寿司から食べたい。俺も食べたいな。どれ？どれでもいいよ。ウニじゃない、イクラ。イクラは食べたい。イカも食べたい。じゃあいいよ。じゃあ、こんにちは。うん。美味しい？うん。あ、ふふ。美味しい。うん。うん。うん。よかったよかった。ねえ、もう、うん、あれがあったからね。これも美味しいよ。ほんと？食べて。すごい、このベーコン厚切りベーコンだね。うん。あー、美味しい。うん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 。てか、珍しくない？うん、何が？翔ちゃんがさ、こんな買ってくることないじゃん。そうだね。うん、ないないない。でも今日は、うん、だってそういう日だからさ。うん、ね、うん、うん、もうあれ、みんなには何のお祝いっていうの伝えた。うん、あ、そうなの。そうだよ。うん、でもあの時もこんぐらい暑かった気がする。そうだっけ。うん、そう、そうだっけ。うん、そうなんだよね。まず同じ時期だもんね、今と同じ時期だもん、ね。うん、うん、去年の話。ちょっと雨降ってた。去年の話だっけ。じゃないけど、去年じゃなかったっけ。うん、え、うん、去年じゃない、ね。あ、去年じゃないよね。うん。なんか最近あれだよね。なんかちょっと。ん？忘れるよね。なんか、そういう。そう？うん。付き合った記念日みたいな。付き合った記念日じゃないけど。付き合った記念日ではないけど。付き合った、違うっけ？違う。みんなでやったじゃん。みんなで？みんなで。みんなでさ、もうめちゃくちゃ飲んだじゃん。みんなでね。うん、暑かったしな、その時も。うん、うん、楽しかったよね。うん、うん、うん。
尿尿。あのその時って何か食べたって。うん、まあ食べてみんなだよ。普通に食べてるけど、うん、でも何だったっけ、何食べたかな、ちょっと覚えてない。あ、うん、そこは覚えてない。うんそこは覚えてないの。そうだね。うん、うん、したな。うん、普段こんな静かに飲まない。うん、うん、何でもないの。ちょっと疲れただけ。あ、うん、忙しかったから。あ、そうだよね。うん、疲れ様。うん、でもありがとうね。うん、いえいえ、こんな、いえいえ、豪華な、いえ、何の機会でしょう。うん、みんなで、うん、集まった日。そう、そうなんだけど、そうなんだけど、あの、なんで集まったの。うん、覚えてるよ、うん、そうだよね、うん、覚えてる、うん、いや、記念日大事にしたいのは寮の方だからさ。まあ、そうだよね。そう、だから大事に。俺の方がサプライズとかしたいって言うの、うんうん、記念日のね。うん、あの時さ、うん、なんかあの言葉がなかったら俺さ、うん、多分寮とね、うんうん、一緒になってなかったなって思うし、うん、うん、だからまあそれをね毎年祝っていきたいなと思って、うん、うん、そうだから、そういう日はね大事にしたいなって思って。俺なんて言ったか言ってみて。うん、言ってみてってこと。自分で言ったわけじゃない。まあ、そうだけど、うん、忘れたの。いや、忘れてない。いや、ちょちゃんが、うん、言えるかなって。言えるよ。うん、言えるけど。言えるよね、言えるよね、うん、何系だっけ。何系なんでクイズなの。終了。おせ。終わった。本当はさ、うん、覚えてないよね。こんなに用意したのに。ごめん。なんで覚えてない。ごめん。ごめん。しょうちゃん、ごめん。何の日だっけ。ヒントちょうだい、ヒント。何だっけ、何の日だっけ。いやー、何の日だっけ。はぁ、もうダメだわ。ダメじゃない、うん、ダメじゃない。もう絶対覚えとくから。こんなことなかった、今まで。ごめん。ん、何の日教えて。それは、なんもないです。何もないです。何もないの？何もないの。なんかすんごい考えたんだけど。ごめんね。ごめんね、ごめんね。何もないの？なんで買ってきたの？いや、そういうドッキリだから。ドッキリじゃないな。ドッキリじゃなくてサプライズね。うん、サプライズ。サプライズ。サプライズなの。そう、サプライズで今日をなんかある日記念日にして、うん、でも本当はないサプライズ。うん、ごめんね、うん、ごめん。うーん、騙された。終了。というわけで、まあこうなる感じかなって思います。誰にやってもね、こうなっちゃうよね。なんだ、うんうんうん、なんだろうと思った。うん、なんで。普通に食べよ、じゃあ。普通の豪華な食事。そうだよ。じゃあ明日もお願いします。はい、というわけで今回はドッキリサプライズを仕掛けてみました。はい、うん、引っかかりました。はい。引っかかった。うん。騙された。騙された。はい。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい。はい。
気にしていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。てかこんなことしてくるな。ね。